はいどうもこんちゃくれです、よろしくお願いします。さあということで今回なんですけれども、サムネタイトル見て誰の使ってみた動画か分かりましたでしょうか。まあ、今回使っていく選手セレクション第2弾でね出た選手なんですけれども、まあ、あのセレクション第2弾ね、やっぱりアーティスト3人、村上選手、柳田選手、岡本選手、その3人がね、まあ、結構目立ちがちだったところかなというふうに思うんですけれども、まあ、その中でですね、ひっそり今年のシリーズ1で大幅に強化されてる選手がいるんですよね。今回使っていくのはその選手です。それがこちら、千葉ロッテマリーンズポランコ選手です。はい、でこのポランコ選手ね、昨年まで特殊能力が連発固め打ちっていうね、まあ、なかなかに尖った特殊能力だったんですよね。まあほぼほぼ全出しはできないと、まあ1打席目で言えばもうプルヒしか出ないんで、まあかなり厳しい査定になってたんですよね。なんですけれども、まあ今年からですね、このプルヒに加えてパワーヒフルスイングというね、常時発動できる、特殊能力になってくれたということで、まあ大幅にねここは強化と言っていいんじゃないかなと思います。まあ弾道の部分に関してもですね、もともと高弾道で特殊能力を上げるとパワーヒになるっていう、まあ性能に今回から変わってるんですけど、まあただそこになってもね、あんまり話題にならないっていうのが、まあ今の環境の悲しさというか、まあ、昔はね高弾道からパワーヒに変わるだけでも結構おーみたいな感じだったと思うんですけど、まあそこがね、まあ残念な部分でもあるんですが、まあ、ただ個人的には実はロッテ版当たったのが初めてなんですよね。まあ、巨人版では何回か当たってたんですけど、まあ今回初めてね、極みを作りました。なんでリアタイ自体で、使うのもね初めてになりますんで、まあちょっと今日はこのポランコ選手の使用感をちょっと新鮮な気持ちでね、味わっていきたいなというふうに思います。では早速本編いきましょう。どうぞ。さあということで、まずは称号チャレンジからいきましょう。この覚醒の一番最初に出たやつも取ってあったんですよね。だいぶボックスに眠ってた、2年ぐらい眠ってましたね。まあとりあえずこっちから使いますか。狙い的にはまあどうかな、一応多分リーグでも長いこと使うんで、まあ死者でもいいんですけど、まあリアタイ的にはミート上げる方がいいかもな。パワーは元から A 乗ってるし、多分完走するんで。さあ星2強打者、いやーまあ4枚の悪いとこ出ましたね。まあしゃあない。じゃあこの覚醒も食わせるか。ちょっとボックスも圧迫しちゃってるんでね、いやいや、まあさすがに2連チャン星にはないでしょう。僕一緒もあんまないから、サクッと決めたい。4枚でお願い。さあ何が出るか。2回目、星3、飛ばし、やいいね、似合うね。まあ結局パワーが上がりましたと。まあいいでしょう、これでいきます。さあということでやっていきましょう。本日の初戦です、よろしくお願いします。1番ポランコでいきます。今日ははい、ポランコ選手ってフォームどんな感じなんだろう、クロスピで言うと。うわー強、ちょっと待って、いきなりの全出し99でプラス22、パワーの上がり方えぐ。あーなるほど、こういう感じか。あの結構打ちやすそうだな。あんまりさ、リアタイでポランコ使う人いないですよね。相手でもあんま見ないんだよな。ほいほいほい、うわー、これはあれ、俺主役で打てない病治った。前回のこの、あ、この村上選手の使ってみた動画というか、継承するなり、まあ、使っていくべきなのかみたいな、まあ、話の動画の時も完璧な動画展開だったんですけど、主役で1打席目からホームラン打てる流れ来てるよ最近。でそう、ちょっとこの動画とはあんまり関係ないんですけど、この動画の撮影をしている前日にですね、僕神宮球場で現地観戦してきたんですよ。結構久々に行きましたね神宮。プロ野球観戦マジいつぶりだろう。神宮はね、あの六大学野球とかちょこちょこね見に行ったりしてるんですけども、プロ野球の神宮観戦結構久々だったっすね。いやでも改めてね、この時期の屋外球場の暑さ、うん、そう、やばすぎマジで。いやなんだろう、まあ、暑さっていうよりもなんだろう、湿気と熱気、うん、まあ、人も密集してるしね、あの狭い空間で。体感の温度はね半端なかったっすね。全然何も別に野球してるわけでもなく動いてるわけでもない、ただ座って見てるだけなのに熱中症になりかけたんで。いやまあそれはね、あのこの間ジャクソンとか、あと宮崎選手もあったかなとか、山本雄大選手も神宮で熱中症になりかけみたいなのありましたけど、いやそれやってる選手たちやばいよなっていう、マジで危険で。さらに僕が行った日、あのゲリラ豪雨にも見舞われるっていう、ダブルパンチでめちゃくちゃしんどかったっすね。途中雷やばすぎてめっちゃ近く落ちたんよね。音がもう光ってからすぐ鳴るみたいな。で、まあ、それでもう選手がびっくりしちゃってしゃがみ込んじゃってたんでね。雷の中で野球見るとあんま経験ないんだよな。自分がやってる時にね、少年野球の時に
雷鳴ってで金属バットをね使ってると危ないからっつって、まあ、少年野球だとよく中断とか中止とかなってたけど、あの一昔前のプロスピのガチャ演出みたいなのがね生で見れました。さすがにあんな綺麗に稲妻走ってなかったけど、なんピカーって何回1時間多分20発ぐらい雷来てたんじゃないかな。でもなんか音がちょっと花火みたいな、バリバリバリみたいな、音をしてましたね。それで言うと、足立区の花火大会ね中止になっちゃったらしいですね。現地の人の映像を見たけどめっちゃため息がみたいな、そうなるよね。いや取れないか、伸びるの、まあ、神宮はねなんとか最後まで強行しましたけど、まあ、日本の気候を考えると、まあ、この暑さもそうだし、まあ、天気的な部分もそうだし、もう屋外球場完全スタジアムは結構限界が来てるんじゃないかなっていう気はしちゃうけどね。なんかやっぱ、まあ、エスコンとかもそうだけど開閉式、福岡ドームとかもそうか、福岡ドームっていつも言うじゃん、ペイペイドームか水ペイドームかとかね、開閉式のドームが今後ね作られていくドームで一般的になったらいいけどね。そういえばヤクルト今サンタナ離脱中なんよね。サンタナいないけど、でもやっぱ打線エグかった。オスナ半端ないマジで。オスナ村上の2選手なんでベイスターズ戦あんな打つ、他のチームの試合でももっと打ってよ。伸びるでしょ。いやーそれが伸びるんよな。さあポランコ2打席目いこう。いいね、安定して余裕で90を超えていく。さあ外野もビビって下がってます。ミートちっちゃいけど、このミートはそんなに気にならんかな、俺個人的には。あー、いけたな。はい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 。いいな、この打席の中でのルーティーンが、この背筋伸ばすルーティーン好きよ。ほい、いっとんじゃん。てか、なんか力抜けるフォロースルーってバースだけじゃないんだ。あのフォロースルーってバース限定なのかと思ってた。ポランコでも出てたね、今ね。えぐー。左バッターだったら誰でも出る。いや、そんなことないよな。バース以外で初めて見たぞ。ちょっとポランコ、いいな。使おうかな、これからしばらく。今のプルヒ出てたことによる効果は多少あるかな。若干ちょっとね、体感なんか早く振りすぎたかなって思ったよね。ファールになるかなって、正直思ったんだけど。どうなんだろうな、ロッテ純正、いやどうなんだろう、ロッテ純正の人とかポランコオーダー入ってんのかな。守備がねなかなか査定厳しいから起用法どうしても限られちゃうんで、まあ、ちょっと使いづらさはあるかなと思うんですけどね。よし、ゲッツや、いける、オッケー。いやちょっとマジでこれ見てポランコ使いたくなった人多いんじゃない。ということで2試合目いきましょう。さあ、ってことで2試合目、おい、神宮来た。神宮の話したら神宮来ました。で、そう、僕が行ったね、あの神宮の試合の日、MLB コラボナイターみたいな。なんだっけな、ウィークエンド、なんちゃらウィークエンド、アメリカンフィールドウィークエンドみたいな感じかな。そう、なんかそういう感じの企画をやってまして、MLB ジャパン主催のなんか共同イベントみたいな感じの、史上初らしいんだよね、それも。そうで、球場飯とかも向こうの仕様になってるやつとかもあって、ドジャースタジアムで人気になってる銀だこのたこ焼き特別バージョンみたいな、あれ食べましたね。なんかチーズソースとあとアボカドかなかなんかのソースが、かかってたんですけど、僕はアボカドあんま得意じゃないですよ正直ね。けど普通に美味しかった。アボカド感があんまなかったな。あとアナハイムとジンカラのコラボメニュー、アナハイムチキンがなんかもあって、それも食べたんですけどめちゃめちゃ美味しかったっす。なんか聞くところによると福岡にある世界初の MLB 公認レストランの人気メニューらしいです、はい、ということでポランコ行こう。フルヒーフルスイング、OK、いやーこれ3発打ったらやばいよ。いいよねこの応援歌もね、現地いつか聞きたいんだよね。はいはいはい、でけえなポランコの身長。オッケーオッケー、強引にいかない、結果を求めない。はい、どう、おー伸びたね。今取られると思ったな。これもプルヒ効果かな。いや正直これライト誰、イチローでしょ。うん、多分取られると思った。桜井くん出てきた、しかも楽天バージョン。いやー、ないぼすぎ、それは。桜井選手、自分が使うことはあるけど、あんまり相手にすることないんだよな。
はいはいはい、基本的にはこれベイスターズ版と査定変わってないもん。ツーシームがちょっとでかくなったのか。オッケーオッケーオッケー。いやもう桜井選手のね配球に関してはもう知り尽くしてますんで、私には桜井シュートは通用いたしません。頑張ってほしいな桜井君も。ちょこちょこでも投げてますよね。あんまりこう痺れる場面とかで投げてるイメージじゃないけど、まあでもここからねちょっと頑張ってほしいな。よいしょ、これもいく。いやーいかんが惜しいな。神宮だったらもうなんかちょっと上がっただけで入りそう。さあホームラン出ればさよなら、強制コールド。いやーそうでもね、いいね、その配球いい。ナックルカーブね、こうキワキワすぎないで、こうちょい高さを、ね、変えて投げてあげるのも良きです。あーそれ危なー。え、変化マイナス1か。もうスタミナ切れてるな。やばい、カーソル重い。はいはいはい、カーソルが全然上がらない今。見ました今の動き。体感的にはしっかりインハイまで回してるのに全然回ってなかった。中川選手に変わった。はい、これよしよしよし。さああと1点。じゃあドミンゴに決めてもらいますか。神宮でね、本当はちょっとオスナ、いやオスナ入れといたらよかったな。もう昨日の試合オスナ1人にやられたと言っても過言ではないからね。いやないぞ。オッケー、危ねえ。いやボールだった、ギリギリストライクか。ということで今日は完璧な回でしょ。ポランコでもまあ2発打てたし、まあいいヒットもね見えたんで、まあいいでしょう。ポランコちょっとでもしばらくオーダーで使いたいな。これからも使ってほしいという人は高橋さんよろしくお願いします。